の首が痛む快適動画。皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回は久々の武者ガンダムの解説ということで、新 SD 戦国伝、伝説の大将軍編を解説していこうと思うのぜ。いよいよ久々に、新たな大将軍が誕生するのね。というわけで、前回までは地上最強編ということで、ガンダム大皇帝とガンダム闇大帝の、この世ならざる究極の戦いが繰り広げられた。その戦いにより最後は、大皇帝と闇大帝は相打ちとなり、どちらも共にこの世から消えてしまった。二騎玉に選ばれて、各国から集まった若者たちも戦いが終わり、再びそれぞれの国へと帰っていった。今回の物語の始まりは、それから一年が経過した悪の国、バーミンガムの街から始まる。今回は久しぶりに、完全に地続きのストーリーなのね。一年前悪は、オロチビグザムが暴れて壊滅的な打撃を受けて、崩壊寸前となっていた。そんな悪を一人立て直したのが、この豪天ガンダム。大将軍不在のこの国でリーダーシップを取り、八つの都市の再建に尽力した英雄だな。大将軍というわけじゃないのに、さすがリーダーだけあって立派な姿だね。兜も、今まで見たことないすごいデザインだね。ちなみにモチーフは、一応プロトタイプガンダム。まあもはや原型がないね。高麗剣という剣で、自ら陣頭指揮を取って戦うこともあり、豪天砲という、豪天でなければ使いこなせない強力な大砲を持つ。大将軍とまではいかなくても、さすが悪のリーダーだけあって強い武装を持ってるね。そんな強い豪天だが、ちょうどオロチビグザムが暴れている時は狩猟中のために、気づくことができなかった。なるほど、それで地上最強編にはいなかったのね。それから大皇帝としての戦いを終えたクリスタルフェニックスが、豪天の前に現れ、アークを復興するよう啓示を与えた。さらに来るべき新たな戦いに備え、豪天に特別な鎧を預けた。自分で着ることができない重そうな鎧を3つも預けさせるとは、相変わらずクリスタルフェニックスのやることは、なかなか尖ってますなぁ。そんな豪天はバーミンガムの街を拠点とし、クリスタルフェニックスのお告げである、選ばれし若武者が現れるのを待っていた。そんな若武者の一人がまず、前回地上最強編第2部の主役であった、武者 F91。彼は地上最強編の戦いの後狩猟の旅に出ており、その狩猟にて優れた体術を身につけて、武闘家へと転身していた。まさか武者から武闘家になるとは、左手で剣術、右手で剣法を繰り出す自己流の武術、剣聖剣で戦う。そのため鎧も新調し、刀派の鎧を着て戦うが、武闘家でもある彼は鎧なしでも強い。おお、以前はいかにも武者って感じの装いだったけど、武闘家になってガラッとイメージ変わって、さらにかっこよくなった。主な武装は軽装姿でも使えるトンファー。剣であるゴーラン丸と、剣聖剣を振るう時に使う鉄鋼。さらに射撃武器である現行の弓を持ち、遠距離攻撃もちゃんと完備している。地上最強編時代の装備がバージョンアップした上に、格闘用の装備も一緒に充実した感じね。必殺技は拳を敵に叩き込む、剣聖剣爆。必殺技も格闘家らしいものになってるのね。ちなみにこの伝説の大将軍編から、BB 戦士がさらに進化して、このように片足での蹴りポーズが可能となった。すごい、この時代からもう BB 戦士は、ここまで進化してたのね。地上最強編の戦い後に、F91 は豪天の元で狩猟を積んでおり、その時豪天の旧友である、邪炎症の反乱を食い止めるために戦った。邪炎症はガトー専用ゲルググモチーフであり、アークの民をあえて追い詰めることで、国の復興を進めようと考えていたらしい。随分過激派なのね。当然そのような危険なことを容認することはできず、剣聖剣爆によって倒した。だがまだまだ心の修行が足りないと感じたため、さらなる修練を積むべく、山にこもって修行を続けた。そんな F91 であったが、豪天によって再び召集され、クリスタルフェニックスから授けられた、あの鎧を託されることとなった。天雷変幻と彼が叫ぶと、豪天に装着されている烈光の鎧が召喚され、F91 に装着される。それにより彼は F91 改め、烈光ガンダムとなった。おお、なんだこのかっこいい鎧は。烈光の鎧は三列陣の鎧の一つであり、右半身に氷の力、左半身に炎の力を宿す、左右非対称のデザインが特徴。
左右非対称というのがかっこいいけど、珍しいデザインね。鎧の見た目通りに炎と氷の力を宿しており、剣聖剣尺など、烈光の技をパワーアップさせる。鎧をまとっての最強技は、狂乱精進弾、炎と氷のエネルギー両方をぶつける技だな。おお、これはすごい強烈そうだね。そんな烈光ガンダムこと、F91 と主要時代に出会ったのが、この流星ガンダム。性格は明るく、一見いい加減に見えるが、正義感の強い努力家でもあるという。人の見えないところで努力するタイプなのね。強い相手を見ると、勝負を挑まずにはいられない性格で、F91 ともその腕を競い合っていた。いいライバル関係って感じね。やはり同様に普段は軽装姿で行動しており、戦闘時には剣聖の鎧を装備して戦う。ちなみにモチーフは、アナハイム版 F91 とも言えるネオガンダム。おお、外伝に引き続き、武者の方でも大活躍だね。主な武装は先祖伝来の刀である、玉神丸。身の丈ほどある巨大な刀で、空を切り裂き衝撃波を放つ。さらにGバードという射撃武器も持っている。剣士としての腕も確かだけど、やっぱり遠距離武器もちゃんと扱えるのね。そして天雷変幻と叫ぶことで、剛天の元から烈空の鎧を召喚。そのため F91 同様に、烈空ガンダムと名を改めた。鎧を装着したことで、背中の翼で空を飛ぶことができるようになり、空中を高速飛行して敵を切り裂く、必殺の飛炎返しを使う。これはめっちゃ強そうだね。そして主役3人の最後の一人となるのが、この月光ガンダム。ザクーンサイという、武者7人周辺の百鬼丸を育てたこともある、老忍者の下で修行した忍者。7人周辺からって、一体いくつなんだこのじいさん。忍者らしく、軽装では赤影のような仮面をつけており、鍵爪で戦う。さらに忍部の鎧を装着して、蛇風丸という剣で戦う。腕には鉄鋼剣がついており、遠距離武器としてストロンググレネードを持ち、刀や鞘、銃などを組み合わせることで、様々な装備を使いこなす。おお、さすがは忍者だね。ちなみにシルエットガンダムがモチーフである。偶然なのか、全員フォーミュラ系列なのね。冷静沈着な性格で、仲間たちの作戦参謀を務めるが、酒が入ると手がつけられないらしい。酒癖が悪いのね。そんな月光もやはり、三列神の鎧の一つである烈波の鎧を装着したことで、烈波ガンダムとなった。おお、かっこいいね。聖なる光により忍術、妖術、呪術の力が強まり、妖気殲滅波という必殺技を放つことができる。忍者から魔法使いタイプのキャラになった感じね。月光改め烈波ガンダム派、配下の忍者として剛天に仕えており、新たな使命を伝えるべく、烈光と烈空を迎えるべく現れた。ここで初めて3人が揃ったのね。だが時を同じくしてバーミンガムの街を包み込むように、突如として黒雲が出現した。その黒雲から現れたのは、神聖闇軍団統領であり、深紅の闇将軍の異名を持つ、魔族が現れた。神聖闇軍団、かつての闇軍団が復活したのか。漫画でしか出てきていないが、暗黒クリスタルフェニックスの指令によって動いている。敵側にもクリスタルフェニックスがいるのか。新たなガンダム軍団を率いる剛天を、始末しようと現れた。なるほど、軍団として形になる前に、リーダーである剛天を倒そうとしてるのね。剛天を守ろうと烈光、烈空、烈波の3人が戦うが、魔族の力は想像以上に強かった。さすが神聖闇軍団を率いてるだけに、そう簡単には勝てないよね。そこで初めて天雷変幻によって、三列神の鎧が召喚され、三人は鎧の力で、なんとか魔族を撃退することに成功した。だが全ての戦いはこれからであり、クリスタルフェニックスからの真の使命を果たすべく、三人はアナハイム山へ向かうこととなった。武者の世界では、アナハイムは山になってるのね。そんな三人におまけのように同行するのは、風車の百式と、うっかりザクレロの二人。これ元ネタどう考えても、がっつり水戸黄門だよね。二人とも月光と同じく、ザクーン祭の下で修行を積んだ忍者だが、うっかりザクレロは落ちこぼれのため、無期限で修行の旅に出された。さすがザクレロの扱い。あとうっかりザクレロと烈光はもともと知り合いで、烈光はラビアンローズさんで、剣聖剣を編み出すための修行中に、悪党に襲われているザクレロを助けた時に出会い、それ以降烈光を兄貴と慕って、くっついてくるようになった。なるほど、そんな出会いがあったのか。
風車の百式は、花風車という風車型の手裏剣の使い手であり、ザクレロよりハレッコウ一行を助けてくれることもある。さすがは百式、ザクレロとは違う。そんなちょっと頼りない二人も仲間にして、烈光たちの旅は続くわけだけど、バーミンガムにいる豪天の元には、実は他にも多くの武者たちが仕えている。まずはジムカスタムモチーフの、軽妙ジム。自警団団長で豪天の旧友でもあり、軍師を務めている。額の角飾りが結構かっこいいね。ダニールスモチーフのカスミールス。クの一であり、地上最強編にいたモサイルスの妹。ああ、そういえばいたねー。まさか兄弟キャラだったとは。ハーディガンモチーフの包容格。瞬発対話かがしらで、剣術を頼りに切り込んでいく豪胆な性格。ザク 2F2 型モチーフの戦ザク。見た目はザクだが、包容格の部下として戦っている。ザクでもガンダム軍団で戦ってる、いいやつなのね。アムロ専用ゼータプラスモチーフの、流線格。奇想対話か頭で、緻密にして正確な戦法によって槍で串刺しにしていく。モチーフがモチーフなだけに、なかなか強そうだね。ギラ動画界、シドアンバーキモチーフの方がギラ。奇想対兵士で、密集体系から無数の槍を繰り出して、敵を制圧する。モチーフが連邦仕様のギラ動画だから、味方になってるのね。スタークジェガンモチーフの非戦格。乱球対話か頭で、敵後方への牽制の役割を担い、その腕前は百発百中。まだユニコーンで有名になる前の、スタークジェガンモチーフね。ゲルググエムモチーフのシェイマリーね。乱球対兵士で規則正しいリズムで矢を放ち、波状攻撃で敵を撃破する。ゲルググエムまで、ガンダム軍団にいる奴がいたのね。Gキャノンマグナモチーフの強雷閣。追放対話か頭で、両肩のキャノンの威力は自警団随一を誇る。これまたなかなかマニアックなモチーフだね。ガンキャノン2モチーフの、ガンキャノン2。追放対兵士で、敵の早期警戒や、敗走する敵への牽制などの役割を担う。モチーフと名前が全く同じね。あと各部隊に配備されている一般兵である、ジム3。各部隊によって装備が異なり、その器用さを買われて重宝されている。自警団の下級兵である、ボロ。戦力よりも数合わせで集められており、集団で敵を威嚇するのが主な役目。ボールとハロが合体してるのか。あと兵士ではないけど、烈光たちなどの武具を作ってくれた頑固者の刀鍛冶、小ザク。ザクの一族は、敵から味方までいろんなのがいるなぁ。あと豪天には娘がいて、その名も飛天ガンダム。おてんば娘だが、掃除の腕前は天下一品。あとあと一応重要なキャラとなるな。女の子ガンダムというのはおそらく初めてだから、これは新鮮。ちなみにモチーフは幻となった、長野守るバンダブルゼータらしい。なんだこりゃ。こんな期待があったのか。ということで以上紹介したのが、今出てくる味方キャラだな。と言ってもほとんどが、ゲームなどでしか活躍は見られないがな。もう少し本編でも、活躍するところが見られるとよかったねー。だがこれだけの仲間が街を守ってくれるため、烈光たちは安心して旅立つことができた。だがそんな一行が金払いとの街にたどり着くと、神聖闇軍団最初の刺客が襲いかかってきた。一人はバウモチーフの、エンマ人軍ライカ。もう一人は弟であるズサモチーフの、ローマ人軍ローハ。ライカは激しい執念深い性格であり、ローハは傲慢かつ、冷徹な性格。さらにライカは火球山という炎の技で攻撃をし、ローハは老神山という、氷の技で一行に襲ってきた。兄弟だけど、性格も技も正反対なのね。ちなみに漫画だと、嘘を言うと吸い込む氷炭を持っていた。なんでこんなものを。烈光の牽制剣でぶっ飛ばすと、今度はなんとライカとローハの二人が合体して、四電気となった。天下統一編でも、バウとズサモチーフの二体が合体してたね。爆霊波という炎と氷を合わせた技を放つが、このピンチに烈光がついに、天雷変幻によって烈光の鎧を召喚した。そして必殺の狼乱精進弾によって、一気に吹っ飛ばして倒した。敵と同じく、氷と炎の力で倒したのね。これでまず最初の刺客は倒したが、彼らの旅はまだまだ始まったばかりだな。というところで今回はひとまず区切りがいいので、ここまでにしたいと思うのぜ。次回も続々敵が襲いかかってくるが、懐かしい味方や意外なキャラも登場して、ますます盛り上がっていくのぜ。それではまたー。